ものすごいねラブラブだったの。1日100回キスしたいとか言って知ってる100回1日キスしたいって言って、なんか中国かなんかで放送されたんですよ。男女問題研究家の山崎瀬美子です。本日の恋愛大学のテーマは恥ずかしがらずに甘えてみる件でお勉強してみたいと思います。本日も恋愛大学助手セブンです。はい、セブンです。よろしくお願いいたします。はい、そしてね、アシスタントでまいちゃん、いつもありがとうございます。はい、よろしくお願いします。で、今日はね、スピチュアルのゆうさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。瀬美子先生、はい、今回は最近元卓球選手の福原愛さんが不倫がニュースになってしまっていますよね。はい、今愛ちゃんというふうに親しまれてとても可愛らしい印象の福原さんなんですけれども、瀬美子先生はこうモテる理由をどのように分析していらっしゃるんでしょうか。福原愛ちゃんね、はい、可愛らしい方 ね、 そうですね。前なんか随分前にテニスの錦織選手とも路中週刊誌で道で端でチューしてた写真を撮られてたの知ってますか、舞ちゃん。私は知らなかったです。撮られてたのだから錦織選手とも付き合ってたし、モデルなのね。でもやっぱスポーツ選手やから積極的だと思う、絶対。でね、今現在福原愛ちゃんは結婚されてて、お子様が2人いて、で台湾にめっちゃイケメンの旦那さん、知らない。それは知ってます。背高くて顔をシュッとした男の人よね、イケメンでっていう人と結婚されたんですが、結婚した後になんかね、ネットで見たんだけど、ものすごいねラブラブだったの。1日100回キスしたいとか言って知ってる100回1日キスしたいって言って、なんか中国かどっかで放送されたんでしたっけ。放送されたんですね。差し支えない程度に部屋の中で2人が生活してるとこカメラいっぱい置いて100回チューするって言って、チューしてるの。しょっちゅうもうなんか切りながらチューしてるし、なんかしながらチューして100回って、そんな1日100回はしたことないよね、ある人。舞ちゃんありそうよね、多分。いやいや、ないです、ないです。80回、ね、80回でもない、ありますか。ない、ない、ない。リュウさん、なんか早く結婚されたから盛り上がってね、あるかな。100回中ない。その時のね、まあ、ネットで皆さん動画見て見られたらいいと思うんだけど、なんか恥ずかしかったぐらい。恥ずかしい。照れる見てる、こっちが。甘えてベッドの上で2人で抱き合って、もうAV じゃないんやけど、もう今からあと5分したらやるんかなみたいな、感じぐらいまで行ってるの。足絡まして放送されてるって分かってるけど。そうそう、分かってるけど、ね、すごいいいんだということはですよ、普段もそういうふうに甘えてること、甘える人、甘えれる人だから、女性やっぱり、ね、甘えてみた方がいいと思うんです、うん、ここで一番気をつけたいポイント、自分が男性の前で甘えれる人手挙げてください。男性の前で甘えれる人、まいちゃんどうですか。真正面やな、笑顔で。でもその自分がほんまに好きな人だったら結構そうかもしれないです、ああそうやろね、声も可愛いもんね、喋り方もね、そうですよね。ゆうさんいかがですか。私も甘えられる、これセブンは私どっちなんでしょう。なんか多分いつもとそんな変わらないのが、声が可愛いからね確かにそれでもプラスよこれね、甘えることすごい大事なんですけど、これポイントがあります。甘える、これはね、彼と二人きりの時になってください。女性の前でやったらはっきり言って嫌われます、同性ならね、いつもそのなんか弱そうにデレデレしてる人ね、なんかもうツンデレってよう言うたよね、言葉、なんかうまいことある。だから甘えれるポイントでどうやって甘えたらいいかわからないと思う女子のために今日はお話ししたいと思います。まず1番目、どんな風に甘えてるの、まいちゃん。例えばちょっと恥ずかしい話ですね恥ずかしい話もあるかの。でもなんかなんか、はい、あれですね、なんかすり寄っていきます。あそうそうそう、それくっついたりべったりするのっていうのは、はい、喜ぶの、甘えてるって喜ぶものね、ゆうさんは。でも私もたまに、こうちょっとこうやってやってとか、こうやってやってしまうかんないよね。あそう、まあ、テレビ見てる時にこうしたりとかだってぐらいですよ。でもできるんだ、セブンは私はどうなんでし
よね。だからなんか多分抜けてるところに抜けてるって感じですよ。これね、上手に甘えるなと思った人がね、芸能人さんで、ずいぶん昔にテレビ出て、プロレスラーの北斗晶さん、はい、と、あの、佐々木健介さんのご夫妻で、なんか普段のなんか V 見たら、なんだよ、てめえこの野郎って言われてるでしょ、佐々木健介さんが。なんかドッキリかなんかの時にね、二人で旅館に行ってどういうふうにしてるかってとこう撮ったやつがあったのね、歌詞を。そしたらね、北斗晶さん甘えてた、ちゃんと。どんな風に甘えてたかって言ったら、ねえ健介、温泉一緒に入ろうよとか言って、ねえ一緒に入ろうほろって、甘えてるんだと思って、いいですね、うん、だから、ああいう風にてめえこの野郎って普段は言ってても、そういう時に甘えてるから成立してんねんなっていうのが、なんか8年9年前 の、 あの、ね、テレビだけど印象深かった。だからあのサクサクして淡々としてる女性も、だから2人きりの時はそういう風にしてるんだろうなって思いますね。でまず、甘え方がわからない人のポイントで、まず 1ね、弱さをさらけ出す。セブンなんか出せへんやろね、あまりどうなんでしょうね。セブンにあの可愛い感じでね、強いもんね、でも、うん、もう全然ね、強さっていうのは外見から皆さんね、うんうん、セブンってどんな人やろうと思ってると思うんだけど声も可愛いしけどね、あのしっかりしてね、あのそのしっかりしてますよ、本当に、うん、あの強さもあるし自分じゃ分かんないでも弱さをさらけ出すっていうのはものすごいポイントとしては大事なの、うん、だからまあ前も言ったかもしれないけど、強そうな女性が急にね、なんかグッと来てポロッと泣いたとかね、まあ、泣き虫が泣いてもそんな感じないけど、強い女性がこうグッと泣いて泣いてね、その弱気になってるとかいうのは不正本能が働いて、なんか目守ってやりたいって気持ちになるのね。だからまあ変な話、仕事で悩んでることとかあれば、まあ、男性に言った方がいいと思いますよ。これ女性同士でね、仕事の悩んでる話するのもいいんだけど、一回こっきりにしてください。これあんまり長くこう何回も話してたら、友達との付き合いでね、その聞かないといけないで負担になることがあるから、一言二言でね、一回こっきりに終わって、長々と何回も話したかったら男の人選んだ方がいいと思う、うん、仕事のね相談とか悩み事はね、その方がいいと思います。あと2番目、あの甘える行為ってどういうことだと思います？どういう形にしたらいいかって言ったら、分かるかと言いますか、なんとなくこれじゃないかっていうさ、甘えるっていうか、例えば、まあ、うちであれば、買い物行った時に荷物を、そうそう、持ってもらうとか、そうそう、そうそう、そうそう、その通り。それをひとまとめで言ったら、頼るってことなんですよ。なるほど。これ、頼るっていうのはね、うん、あの、なんか、頼ることってね、日本の人ってね、女性もそうなんですけど、うん、迷惑かけてるんじゃないかなと思う人いてるの。うん、なんか人にね、そんなこと全く男の人にもないんで、あの頼るってことはね、男の自尊心くすぐるのね。確かに、うん、だから何でもいいから、そういう少しできなさそうなことをお願いして、うわーすごいねって言ってあげたら、もうそれだけ嬉しいから、自分ができそうなことでなんかあのだとしてもやってもらう方がいいんじゃないか、できないっていうことで頼る。ここはね、逆に頼ることによって男の人の格上げてると思うよ。何でも自分でやっちゃったらね、なんか自分はまあ頼りないのかなやっぱりと思うけど、頼ることでこれはできる男って言ってね、自信つけさせてると思う。自信つくから、これ頼ってください。そして3つ目、セブンもうまいよね、上手、すごく素敵な、あれ舞ちゃんも巨人さんね、ちょっと初めてお会いしたんでね、あれでね、喜び上手。喜び上手そうね、なんかね、喜び上手そうって、ね、喜び上手っていうのが男の人めっちゃ嬉しいの。うん、ね、喜び上手って、うわー美味しそうってねーとか言って、セブンさんすごいですね、すごい美味しそうで幸せですとか、なんかそういうにっこりした、その喜び上手っていうのはね、これ男の人のくすぐるよ、すごくするでね、あの喜び上手でも、あの、そうね、あの分かりやすくもっとあの振り下げてお話ししますと、相手の人がこの人がこれやって喜ぶなって、喜ぶポイントをなんていうの、分かりやすい人、なんか美味しいもの食べに行ってたらわーって歓声上がって、こういう夜景のとこ連れてたらわーって喜ぶとか、でアニメ好きな人だったらこういうね、あの映画好きな人だったら映画連れてたら、うわ嬉しい映画
って喜ぶのか、うんうん、卓球好きな人言ったらね、あの愛ちゃんの話は卓球場連れてて、いや卓球って喜ぶのかってことなの、うんうん、だからそこをこう考えて、その人が喜ぶことね、分かりやすいことで喜ぶっていう自分で言わないとダメよね、うん、私こういうのすごい好きだからとか、うん、あのカラオケ好きなんだみたいな、カラオケ行こうかみたいな、やったーいう人もおるもん、うん、でもあんまり歌わないよね。そうですね、私はあの、それこそあのまいちゃんと映画に行って、うんうんうん、私はなんか十何年ぶりに映画館に行ったんですけど、もうなんかまいちゃんが大好きな映画に一緒に行ったら、もうすごいなんかキャッキャッキャッキャ喜んで、可愛いなって思いながら、そうそうそう、はい、喜ぶでしょ、はい、そのね、あ、まいちゃんは映画が好きやけど映画を誘ったら喜ぶんだとか、はい、嬉しいとか言って、そう、大好きなシーンで前髪に言って、喜ばそうもそういうことよね。だからそういうこうだってその見たりとかするの好きでしょ、そういうものを、うん、好きですね。だからそういうところのチケット取ったよとか言って嬉しいし、あ、嬉しいね。セブンなんかはあのなんか美味しいお店好きよね。あのやっぱりそういう写真撮ったりとかね、はい、するから、うん、そういうところを選んで連れて行ったら喜ぶしっていう、そのポイントが分かりにくい人は、いやいやよね、なんかこう、うん、時々喜んで時々喜ぶはないって、うん、一本化してくださいこれは、うん、そしたら向こうもやりがい、うん、やりがいっていうか、例えば向こうを買ってもらうと喜ぶのし人もいてるしね、うん、お洋服でちょっと買い物行こうかって買ってあげるよ言ったらやったっていう人もおるし、うん、ゆうさんはちなみに何が、うん、はい、喜びますか。でも何でも嬉しいかな、やってもらうと結構結構あの感動の言葉はどういう風に伝えてますか、うん、まあ、いつもありがとねってうわーいう感じ、すごいな、いいですね、うん、だから仲良しなんだ。まあそういうことで皆さんね、とりあえず恥ずかしがらずに甘えてみようっていうね、ここはもう女性の特権で、あの喜んであげるなんかもうあの正直簡単なことなんで、普段よりオーバーに言うだけでいいと思います、うんうん、きっとその男性はわあ嬉しいって言ったら鼻の穴が膨らんでると思います。可愛いと思います。ここはね、女性としてね、男性を立ててあげれるんじゃないかな。だから袋から愛ちゃんなんかめちゃくちゃ甘えてた、べったり、その愛ちゃんが言ったらくっついてべったりしてねみたいな、もうあんなんでもうベタベタよ。でもね、まんざらまあそんな悪い感じではね、旦那さんも思わないの。だけどから愛ちゃんがそういうふうになって今なんかいろいろ不倫しているんじゃないかとか離婚するんじゃないかとか言われてるんですけど、皆さんこれね、ボルテージが高くなって高くなって結婚しちゃったら、あとは下がるんです。下がった時に寂しいと思わないようにしてください。それは安定と定着なんです。だからあの上がった時に、なんか下がったから自分は愛されてないのかなって不安になる必要はありませんから、皆さんそれを肝に銘じて、甘えてみてください。ということで本日の恋愛大学終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。